はい、点火用ろうそくをお持ちの方、どうぞどんどんつけてください。僕もお母さんが亡くなった年と同じ47歳になり、とうとうお母さんの年を超えていきます。家族みんなで一日一日頑張っていきます。遠くから見守っていてください。目を閉じるといつもよっちゃん頑張り頑張りっていうお母さんの声が聞こえます。お母さん、いつも支えてくれてありがとう。震災を経験していない市民が増えていく中で、震災から得た経験や教訓を風化させることなく、いかに次の世代に継承していくかという課題に引き続き取り組んでまいります。